はい、やってきました。ここね、千早神社でございます。千早城跡、ね、ここちょっと行ってみましょうかね。ここに今から1300、1800年前かなりますかね、千早城跡があったそうですね。五大国南北朝の時代やから時代にね、五大国天皇が挙兵されて、それのねトップが、ね、楠木正成さんでね、ここで、ね、籠城されて、であれは鎌倉幕府かな、鎌倉幕府がね崩壊したんだよね。そのでこの城が何ヶ月も持ったということで総崩れになってね、そういうことをねいろいろ言うてありましたけど、はい、ここはね千早神社でございます。すごいね、杉の木がいっぱいでございます。大きいのはね、よし、ありがとうございます。何をここまで持ってたんやろう、何も書いてないかわからんねんけどね、ここもね何を捨てたんだろうね。ちょっと分かりませんけどね。ここはね神社ね、本殿があの裏が本殿やけどね、ちょっと入り口ない、入れないよね。本殿ね入れませんね。入ったらあかん書いてあんねんわ。あ、ここまで行っていいんか。ここで参ってみましょうか、ね、ありがとうございます。懐くじゃないですね。ここちゃんとね、ちょっと回れないですけどね、立ち入りご遠慮くださいからね。ここね、いっぱい鉄城を作ってありますね。ちょっと降りましょうか。はい、ありがとうございました。千早城跡、すいませんでした。初めて来ました。どこに来たんだろうな。全然記憶ないんだけどね。反対側から来たような記憶あんねんけど、わかりませんわ。記憶が飛ぶ、そんなことないね。記憶がそこまで飛ばんね。途中でやめてんだよな、あれ上がって。あそこ、どっか上上がって。もうええやろ、言うてやまった。どっかでやめたんだろうな、あんだな。そこは定かじゃないんです。しかもよっとするとこっちからかな、茶園台経由金剛山参道。いやー、こっちじゃないな。こんな感じなかったね。なんか階段をずっと上がった記憶があるんでね。違います、これは。今日ロープウェイがねストップしてましたわ。ロープウェイがストップしなかったらね、金剛山に登る予定だったんだけどね、ちょっと時間があるんでね、昼からちょっと上上がって、あの上からね、あの辺を散策したらええかなと思ったんやけどね、こんな階段をね、もう600段ぐらい上がってきたんかな、
もうフラフラでございます。今から降りますけどね。よし。これなんだ。これ何の祠でございますか。こんな書いてあるよ、これ。書いてありますか。書いてありませんね、何にもね。いや、城跡とは書いてあるね。鎌倉時代ね。治水壕ってそういうことかい。史跡。千早赤坂城、千早城市、史跡。これは何だ、これは。これは何だ、これずっと上がってきてるけどね。また降りる。これですよ、最後にね。最後に何百年で100段ぐらいあるんだよ、これ。最後のね、最後の最後に来て、もう上がるのやめようか思うぐらいね。やっぱりちょっとね、550段か600段ぐらいあるのかな。時短時短がね、高いからね。で、ここはまあ低いけど、高いからね、歩くの大変やわ。で、急やしね、あれ同じあの高さでリズム流れるんだけどね、上がられへんね。二歩一歩とかね、二歩で一段とかね。高すぎるから横の道をそれたりとかね、それは大変やわ。だからわしらが昭和の時代に上がった道がわからん。いやー、これかな。千早城やろ。いやいや、千早城は左上がらねえからな。日本の名所はもう城はありませんよ。ね。これなんだ。これ物売れるかどうか通ってんだ、これ。これがだからおそらくこっちやな。これが上がってきた可能性あんで、その辺まで来てやめたんかな。これね。だからそんな感じやったな。階段があって、狭い階段があってな。やっぱりこっちから降りましょうか。こっちからね、北階段降りましょう。でもサテンがあるって書いてある。サテンほら、サテンとバーがあるんやて。あ、バーステイね。はいはい。これを見るとバーって思ったら、ね、これ下に落ちてました。これバステイね、すいませんでした。バステイです。サテンとバステイは落ちてあるね。いや、下降りたところの話やな、おそらく。そういうことやわ。下降りたところですわ。いやいや、わからなんだね。ここ初めて来てますね。思い込んでね、来たでね、来たって思い込んでたな。金剛山は何回か登ってね、何回だろう。そんな言うても十何回がええとこやろ。10回以上来てるね、登ってるね。覚えとらんけど、昭和の時代は相当上がってるけどね。どっかダイヤモンドトレール取れる二条山から上がったり、それから青木から上がったり、どっから上がったっけ、これな、この裏から上がったり、どっから上がったな。
あれね、桂木山からずっと来るコースね。あれ、なんや、なんとか峠。桂木山から上がってくるのはね、桂木の横からね、ずっとあれ、道、今どうやら道があったんやけどね、下を。中入っていって、車止めたな。でいつの間にかゲートが作られたから入れようだったな、あれ。今としかね、車が入れないんですよ、あれで。どっか土砂崩れでね。それで、あれ、あの峠、三越峠をね、何回か行ったけどね、結局、行きませんでしたね。峠越えはできませんでしたね、あれね。ここからやね。これや、ほら。いやいやさ、こんな感じでさ、これね、反対は。今後の山頂見えるのか、見えないね。金剛山はこっちから登るのはね、まあそんなに大変じゃないね。1時間から1時間半ぐらいか。それでも大変か、若い時はね。まあ飲みながらの上がってる、若い時もしんどかったけどね。途中でビールを飲みね、そのね、ウイスキー飲みとかしてるからしんどいはずや。フラフラや、また上がって、また上がって、上がった上で飲んでたね、ビールを。寒い時に、あの冬のね、冬の雪が降る時に上がって、ああ大変やわ。思い出したわ、あれ、雪が降った時な。で、上で鍋かなんかやってたね。いやー、これをこの辺にもほら、さっきこの辺で見たやろ、あれを。マムシがおりましたから、この辺ね。ちょっと小さめのマムシが。こんな山の上にマムシがおるとはね。あれ、古墳のね、前方こういうふうに回ってる時はよう見たんやけどね、蛇を。行くとこ行くとこで見んね、蛇をな。ずいぶん見たけど、ほな、しまいに木でも蛇見えねえな、あれな。怖いもんやから、木見ても蛇と間違って、ああ怖って。これは二歩で一段下がるのも一番つらいんや、これやな、階段が。ああ、これこの辺もう崩れてしまってんねんな、階段。この石がね、土が流れて、これも大変やな、作るもな。石をいっぱい持ってきてやね、これ。セメンで固めて、よくね。はい、こんなんです。よしよし。これはしんどいわ。この二条ふるさと公園を登ってもしんどいけど、ああ、それに引き取れへんで、これ、550段、あんま変わらへんと思うけどね。あそこ656段だかな。あそこ上が見えてるからね、まだね、なんか目標があるからいいか、目標がないから、何段来たら分からへんから。おお、虫がよくおる。何やこれ。あ、帰るか。おお、帰る帰る。帰るか、そんな取り方すんの。だから、いろいろ帰るし、おかしいな、このだこ。ほんで、給水がいりますよね。給水が何にも持ってきてんし。喉かいたんや。いや。下り。下りも大変やわ、これ。まあ、登ると比べるとしんどさはないけどね。それとも足がガクガク。大変でございます。どうか、どの辺で一遍休憩したのか、上がってくるとき。
上がっていくときにフラフラでね、一回休憩しましたよ。よしよし。もう下が見えるからね、もうね、下が。下の竜巻が見えますね、下のね。白く見えましたろ。下までおそらく、まあ、噛んで、何メーターぐらいやろ。100メーターなしぐらいかな。だから100メーターないから、あと、250、60だ。と思うんやけどね。もうちょっとあるか。横に行きずれてるからね。ということで半分ぐらい漏れてきた。足がガクガクでさ、これ。膝がね。ちょっと今日のは ロープウェイが壊れてたからな。ほんで、ちょっとね、予定狂いましてね、ここに上がってますね。ロープウェイで上がったら楽やけどな、ね、ずーっと上がってね。まあちょっと上上がるんやけど、広場に行くのにね。で、広場から、あの辺をちょっと散策して、ね、ほんで帰ろう思ったんやけど、そんな、ロープウェイいつから壊れてんのやろね、あれ。なんか以前だいぶ前になんか修理するのどのこのジラって聞いたことあったんやけど、まさかまだやっとるとはね。あれ孫家ですからね、地合赤塚村の孫家がどこに委託して言うたかな。あれ近鉄委託して言うたかな。だから近鉄かどこに委託してるらしいですけどね。ちょっとはっきりしたことわからんけど、いや、ここまで来るともうそろそろやもんやな、さっきな。いやいや、ここからがすごい、もうものすごいですよ、ここから。これ反対から上がった方が楽やね、これ絶対。おお、これは、折れても折れてもなかなか、つきませんわ。今日は2人お会いしましたよ、2人。ね。だから、あそこの、どこやってか白あれは携帯天皇陵かの皇后陵やったかな。まあ誰も甘かったな、あれな。あそこ今古墳のね、古墳の動画がものすごくいろんな人上げてるんだけどね、全然人気ないんだよね、古墳ね。そりゃそうやろな、古墳だけでどれやろ、かなり上げとるけど、5、60箇所以上上げとるんやろうけど、まあ見られてないね、見てくれてないわ。まあ見るわけないわな、わしらの古墳の動画は自分で歩いとるのが主力やからね。ほんでそれが天皇陵っての分かってないか、最初は。南古墳っていうことで回ってるからね。だんだん古墳言うとるけど、いろいろ見てると大概がね、古墳は天皇陵が多かったですね。天皇陵、皇后陵かな。あと一般の人、一般の人はほとんどなかったかな。天皇じゃあれは宮内庁管轄でやってはるから、宮内庁のその天皇関連の人たちが葬られてる可能性が多いかな、あれ。いろいろこの辺の近畿のやつはね、大阪と奈良はね、大阪奈良とあとどこありますかね。前方後円墳が大概大阪と奈良がほとんどやね、ほとんど回ったね、あれ。ほんで回ってね、気がついたら天皇陵、天皇陵やったよね。天皇陵、天皇陵っていうことは、この、あの辺回ってた時に、どこ、柏原とかいろいろ回った時にね、まあまあ、ほんで、神武天皇からずっとね、一代、初代からずっと回って、ほぼ、何代、50代ぐらいやったよね。
50代ぐらいの天皇陵全部回ったかな。あの大阪、奈良、京都にあるやつね。あとちょっとね、どこだ、滋賀か、滋賀、大津ね、大津とか、あと高松の中あるね。まあそれは後やけど、高松とか、あと淡路島までな、誰やったかな、淡路島、もう忘れた。まあね、天皇の在位期間が非常に短かったんでね、何年かな、2年とか3年という方も非常に多いんでね。もう着きましたか、まだか、ぐちゃぐちゃ言うとるけど、もうなかなか着きまへんな。よし、もうね、下道見えてますからね。これは上がった記憶ないな。カラスがうるさくございますけどね。おお、おいおい、ここや、最後の階段か。まあその階段がすごいんですわ。あの階段の角度がね、急なんですわ。ここも急やけど、これよりももうちょっと急ちゃうかな。あんま変わらんのか。あんま変わらんのかもしれない。短いからか。こうそこの階段は最初にやっぱりね、どうしようと思うぐらいの階段やで、これ。ここまで上がった時にね。よいしょ、これや、この階段や。これは最後ですわ。こっちでしょうか。こう手すり持ちながら置いとこうか、ね、手すり持ちながら。だからこけたらカメラなんか掘って手すりをね、そがなか、怪我す前に。これが急なんですよ。みんな手すりを持ってあります。これきれいになってるんですよ、ね。なんて、なんかえらい上でカラスがなんか文句言ってます。はい、帰れて。はいはい、帰りますね。ほんまうるせえな、あんた。はい、ここまで来て、あと20段ほど。ということは、これ、ほんま20段やったわ。何段ぐらいあんのかな、これ。強烈や、この。これ、強烈ですよ、ここ。これ。ここの目の前からですわ。ここね、このことやね、バス停っていうのは。あそこバス停あるわ。いや、大変でした。はいはい。